カバーライド新越一泊二日の旅、イエイ、やってまいりました。やってまいりました。新越エリアでございます。今回は一泊二日で新越エリア、まあ具体的に言うと長野県と新潟県の、まあ、県境、県境エリアですね、この辺りを走りたいと思います。来たことある？いや、ちょっと初なんですよ。これまだ初めて。いい山駅降りた。なかなか降りないですよね。ないよね。まあでも東京駅から新幹線で2時間ぐらいということで、実は楽ちん、気軽で行けちゃう楽ちん、まあ距離感というわけでございますけども、うん、ここをですね、うん、今回走りみんなに魅力を伝えつつ、うん、まあ、僕らも楽しんじゃおうかなと、うん、言ったような作戦でございますけども、今日のルートは、今日のルートはですね、ゴンドラに乗ります。まず一発目ね、野沢温泉、そう、有名なね、まで行って、まず上から下りましょうということですね。で、そのゴンドラにはなんと自転車が乗せられる、はい、そうなんですよ。すごいでしょ。転換しなくていいんですよ、ね、そうゴンドラ乗ってガー下って、うん、有名な渋峠、ね、一番その高いところにある国道ということで、サイクリストからめちゃめちゃ人気の、一度は、ね、ヒルクライムスポット登ってみたい。走ることあります？1回ね、はい、記憶が若干飛んじゃった、飛んじゃった辛すぎてね結構登るところで、本日1000アップ以上は余裕でするんですよ。多分渋峠で全部そこが詰まってる感じ、はい、ガー下って渋峠でガー上がって、渋峠の前にラーメン食うのか。そう、ラーメン食べて渋峠で、下って湯田中温泉でしっぽりっていう、そんなような感じでございます。最高の贅沢です。贅沢ですよ。90キロぐらいか。まあまあ獲得標高もある、結構充実プランではあるんですけども、どんな感じになるか楽しみにしててください。一応ね、後ろにあるこのアクティビティセンター駅降りたらですね、出てくるんですけども、ここではアウトドア系のレンタル施設っていう言い方で、なんてアクティビティ施設って言った方がいいんですかね。なんか自転車だけかなと思ったら、結構そのトレッキング用のシューズとかウェアとかも借りれるから、そう普段持ってない人でもね、手軽で来てここで借りて、うん、そうですね、で山をちょっと散策とかね、自転車乗るとかもすごいいいよ、ね、駅直結だね。グラベルライドとかロードバイクとかもあって、もちろん e バイクもあるんですけど、まあ、僕ら輪行で来たけど、輪行めんどくさいなっていう人は結構ちゃんとしたガチのバイクなので、うん、なんかなんちゃってじゃない、あ、この人自転車のこと分かってんなっていう人がちゃんとレンタサイクルしてるので、うん、ぜひね、こっちも立ち寄っても見てもらってもいいんじゃないかなと思います、うん、じゃあちょっと時間が押してますので行きましょう。そろそろ行きますか。いつも通り喋りすぎちゃうからねはい、よろしくお願いします。あ、ちなみに本日こちら我々グラベルバイクで来ております。残念ながら本日グラベル走る予定は全くないんですけども、どうしてもツッチーがね、この新しいバイクで走りたいということで、ね、これで今回はちょっと渋峠に登っていこうと思います。よろしくお願いします。今日から来た人はやっぱりこういうのを求めてるでしょ、やっぱね、これこれって感じでしょ。シャッチ、うわ、すごいすごい、なかなか、あー、巻き込まれたよ。何、ほんといい風景。よし、立ち漕ぎ、奥義立ち漕ぎ、腰を痛まるいや、ロープウェイまでめっちゃ登るじゃないですか。始まる前の序章で奥義使っちゃったよ、この人。すでになぜグラベルできちゃったんだろうと後悔をし始めている。来た、長坂コンゴンドラ。はい、ゴンドラ乗る前でもうめちゃ登るやんっていうね。はあ、大将は生きてるでしょうか。あ、大丈夫そうですね。おお、いえ、もうずっと奥義使っちゃってる。めっちゃうまい。ああ、やっとゴンドラに着いたなかなかの坂じゃないですか。やばいよ、なかなか最後パンチが、うわ、おっ、おっ、おっ、さあ来ました。勾配これは2、30はあるぞ。何のその20はなかった、ごめん、持った 15% ぐらいでしたね。長坂ゴンドラリフト到着、30分押しです。なぜでしょうここからゴンドラに乗って上まで上がっていくということで、皆さんお待ちかね、ディスカバーライド初の女性サポートライダーですね。
記念すべき。うそー、初なんですよ。マジっすか。すごいでしょ。すごい。まなみさんです。バージンを奪う。バージン奪ってもらって。苦しい絵ばっかだった、ね、いや、そんなことない。はーはーはーね、本当にもう無作苦しい絵だったんですけど、今日はね、爽やかです。イエーイ。はーい。嬉しい。まあ、知ってる人はもう当然知ってると思いますが、いやいやいや、自己紹介をいいですか、はい、野沢温泉に住んでいます、はい、野沢温泉に住んでいます、はい、野沢温泉16人目のオリンピアン、スキーハーフパイプ、ハーフパイプ2014年ソチオリンピックに出場させていただきました、はい、よろしくお願いします。はい、上野真奈美です、はいはい、当時は三ツ星真奈美という名前で、三ツ星真奈美、はい、三星三ツ星、いいっすね、はい、三ツ星真奈美ですけども、ね、今日は真奈美姉さんにサポートライドとして来ていただきました。ありがとうございます。はい、マジありがとうございます。光栄です。あの、まなみさんはトライアスロン控えてるんで余裕なんですけど、e バイクで今回ね、はい、週末能登島トライアスロン行くんで、それのアクティブレストでちょっと電動アシストを付きよう、はい、いざという時は交換をしていただけるんですよね、これ、うん、そういう意味でのサポートそれでやってないこの後これに乗っていきますよと。これね、ゴンドラね、当然冬はねスキーとかスノーボーダーの人用なんだけど、うん、はい、夏はこうやって自転車、そうですね、トレッキングの人とかも、トレッキングの方も、はい、ご利用されますね。最高っすね。スキー場の中にマウンテンバイクコースもありますので、そのまま乗り込んでいただいて、それは楽しいな。早いもんね、なんかね、シャーっつって、まあ、でも降り口まではヒルクライムでも登っていけるんで、登りたい人は登ってもいいよ、登りたい人は登ってもらってもいいです。じゃあ我こそは、なんでやねん、違う、今の話聞いてたでしょいいバイクが必要だって言ってんのに。チケットはあそこで購入できるということで、じゃあちょっとどういう風に買うか見てみましょうかね。片道で、そうですね、片道、はい、でそのまま渋峠を目指す、はい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 、自転車は600円、自転車は荷物ということで600円、じゃあ2100円で行けるってことですか。安いもんですよ、安いもんですよ、だって登んなくていいんですよこれ。今日みんなテイスト一緒じゃないですか、グラベルグラベルグラベルじゃないですか。本当ですね、簡単じゃん、まあ、1個ちょっとね、1個ちょっとなね、文明の力使った、だいぶ文明がやっぱり男性についていくにはこのぐらいのアシストが明らか、見てこのプロも完璧な、もう仕上がってるもんバッチバチに仕上がってる体力には自信ないんでいやもうこんな説得力のない体力に自信ないわ、これ初めて聞きました。体力なんか体力自信ないですはい、お願いします。うわーすごい、俺ゴンドラ乗るのは富士見パノラマと富士店しかないから。あ、本当ですか。これ野沢温泉のすごいところは、はい、これ通常のゴンドラなんですよ、はいはいはい、下からあのスケルトンのやつがあって、スケスケのやつもあるんだ。スケのやつわー、ちょっとそういうヒヤッとするやつね。そうすごい綺麗、ねえ、めちゃめちゃ綺麗ですよ。これ3台いけちゃうのかな、すごいね。姉さんすいません、アダス姉さん、はい、後ろがだいぶね、はい、あ、サポートライダー、おーすごいね、はい、椅子もめっちゃふかふかだし、いい。ありがとうございます。これはいいわ。立つからこんだけスペースできるんだね。そうなんですよ。スケルトンは1台だけなんですか。2台。あ、2台あるんですか。赤と青。あ、色がついてるやつがそうなんですね。でもね、冬はね、ないできないんですよ。あ、ブーツ履くから傷ついちゃうから、冬は閉ざされてる。なるほどね。夏限定のスケルトンね。そう。静か。めっちゃ静か、降りた瞬間最高だった、ね、涼しいってなった。そうなんですよ、ノーストレスだよね。自転車は本当に走りたい放題ですね。うん、知らなかった。本当ですか。本当もったいないことした。何やってんだ。すいません姉さん、すいません。めっちゃ怖い。私高所恐怖症なんですよ。これはダメだね。でもスキーはなんですよ。そう。でも飛んでたりしてたって。それすごいな。スキーハーフパイプやってたんですけど、到着です。結構早く感じる、なんかそう静かで揺れも少ないし、これ最先端だけど、ちょっと走って温まりましょうか走るっても下りでしょ。そう、最初はね、しっかり下って若干登ります。ナミさんよろしくお願いします。お願いします。お、獲得が一気に1000上がったよ気づいたら一気にね、1000アップしちゃいましたねめちゃめちゃコスパいいじゃんあーらしいだな姉さん、姉さん、姉さん、あれ下りじゃねえじゃんいやでも走りやすさは間違いない。めちゃめちゃここ本当にめっちゃいい環境、走るには最高、ね、登るけどヒルクライムが好きな人最高だと思う。こここりゃ
いいわ。山系の中ではトップクラスで楽しいな。なかなかコーナリングも、うん、気持ちいいね。これはいいわ。これはですね、姉さんを前に出すと、そうなんです、ペースがペースが えげつないペースになりますね。あ、ちょっと山の雰囲気変わったね。変わりましたね。ちょっと白樺の木が見えてきて、もうめちゃくちゃいいな。本当にいいわ。ヤッホー、ヤッホー、こりゃいいわ。左ドーン、よいしょっと、よいしょっと、よいしょっと、さらにカーブを重ねていく。そして登り開始。なかなか登りますな。なかなか登るし、なかなか、なかなかですよ。茅野平高原、キャンプ場になります。キャンプ場。はい。めっちゃいいじゃん。はい。いや、なかなか結構、走りごたえのあるコースですよ。走りごたえありましたね。これは何なんですか？わらび餅、大黒屋さんっていう、今限定の。行けとこう。わらび餅。いただきます。ご自慢のわらび餅。どうですか？めちゃくちゃ美味しいでしょ。めちゃくちゃうまい。うまい。うまい。これはうまいわ。これうまいわ。これ危険っすね。無限に食えるやつ。めちゃくちゃうまい。飲み物でしょ、これ。飲み物っすね。今日はなかなか部活ですね。おかしい。よう、こんな道が続くわ、ずっと。すごいね。気持ちいいわ、ほんと。到着しました。大正軒。大正軒。滋賀高原、大正軒。めっちゃ美味しそうなのいっぱいありますね。寒いから滋賀高原パーカーを買ってきますか、ちょっと寒いし。あー、すいません。あー、大正軒や。中華そばだな、これ。余裕じゃないですか。余裕さ、なんか余裕。シフト数13キロ。13キロと700アップだ。本当。随分と変わってしまいましたね。あのツッチー、500アップでなんかもうビクビクしてたツッチーは。ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。感謝感激。久々ラーメンで。うっしゃー、これこれこれ。これこれこれ。美味しい。来ました。美味しい。美味しい。こんな気持ちいい美味しいわ。なかなか聞けないよ。やっぱ清々しいですね。あー、すげえ。うん。よし。じゃあここから渋峠登っていきます。スタートラインですね。滋賀高原山の駅です。滋賀高原山の駅。ランチスポットでもあり、観光の危険となる場所でございます、はい。サイクリストも同じでございます。ここからは登り、ちなみに十数キロ、はい、ひたすら登ります。そうです。ペーサーに前引いていただいて、そのペースについて、我々がついていけるかどうか、いけるかどうか、そういうゲームですね。そう、まあ、寒くもなってますんで、はいはい、ペース上げていきましょう。そんな感じで頑張ります。よっしゃ、早い早い、オービー使うの早すぎ。最終号。やばい。それ持たなくなるやつです。今始まったやつ。最後に使って。それやばい。さあ、ここからスタートね。さあ、始まりましたよ。登りだけの旅です。さあ、いいですよ。温まってきたぞ。いいペース、いいペース。頑張りましょう。しゃあ。最高でしょ。最高。ちょっと若干シャドウ上がってます。はあ、しっかりとガイドしていただいてますか。はい。お、なんだか謎の湖。はい、この辺りはこういうちっちゃな池みたいな湖たくさんあります、ね、国立公園なんでトレッキングルートもたくさんあって。はあ、はあはあ、はい、国に守られてます。確かにトレッキング気持ちよさそうだな。いやー、ほんとこれはね、昼クライメー、昼クライメーって言っちゃった。昼クライマーがもう喜ぶ、泣いて喜ぶコースや、これ。1年に1回は走りたい、うん、昼クライムロードですね。そうですね。次回はぜひ E バイクで、ええ、または軽めのロードバイクで。あー、垂れてしもうた。もうダメだ。あれれれれ、あれれれれ、先輩、
ちゃったの。ちょっと考え事してたみたい。もやもやしちゃった。もやもやしちゃって。雲の中に入っちゃった。入ってたらもやもやしちゃって、うん、なんか走れなくなっちゃった。おやおやおや。おや大丈夫ですか？土に煽られる日が来るとは。よーし。あああ渋峠が大変危険な状況です。何度だ今。危ない上もうすぐ行くと11度ってなってる。あらららら、あすいませんね。ちょっと作戦会議しましょうか。イエーイよく残りました。どうですか私の走りは。あ、だいぶ良くなった。良かった。ありがとうございます、先輩。いやー、やばいね。ちょっとね、ケンちゃんぐずぐずに落ちた。珍しいでしょ。珍しい。今日ちょっと天気があまり良くないね。回ってない。寒いからね。良くなるんだったら、まだなんかバンって開けるときあるんですけど、これから悪くなるから。これは。もうね、開けない景色を。もう危険と判断してですね、大人の判断でちょっとバイク積ませてもらいましたけど、僕が最後に見た渋峠とは随分と景色が変わっちゃってるな。何も見えないですね。これは本当めっちゃ綺麗なんですよ、皆さん。寒。初めてツッチーに煽られるケンタでした。日本国道最高地点。一応ね。みんなは晴れてる時に来てください。あったかい格好でしょ。チャリンコで下るのは危ないので、まあ今日はサポカーがいらっしゃるのでちょっとお言葉に甘えようかな。参りますか。ホールじゃあ、足戻ってきた。霧が晴れた。途中までちょっとね車で降ろしてもらって、霧が晴れたら乗るっていうスタイルで行きましたけども、いやみんなはマジ気をつけてね。マジ天気予報と服だよね。服。ふー、いやイレギュラー渋峠、とりあえずね、とりあえず行ったっていうことが大切です。大切です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ疲れた。寒かった。やばい。10度だったよね。10度ぐらい。10度でミストで風が吹いてたんで、体感は多分もっと寒いと思います。なるほど。メッシュです。コースとしてはこんな感じでございます。行ける人は渋峠行ってきてくださいね。でここでまた戻ってきてね、ちょっとトイレ休憩するのも良いでしょう。先ほどの大正軒があったんで山の駅で、この後はあ下り、下りです。我らが湯田中、はい、湯田中温泉で参りましょう。上着を持ってきましょう。はい、すいません。10年目にしてちょっと渋峠2回行ってるんですけどね。記憶が飛んでたみたい。渋峠寒いっていうのが記憶が飛んでた。よし、じゃ あ, あこっち、あこっちか、こっち行ってシューンでね。オッケー。姉さん早いのよ、下りが。さスキーヤーだからやっぱ早いんだよ。シャイ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 、おーおー、曲げろ、タイヤを信じろ、タイヤを信じろ。よし、右側が渋温泉で、我々行くのはこの左側の湯田中温泉。渋温泉止まんないんだけど、街中がね個人的に結構好きで、いい感じなの。夜とかで、あの緑の屋根のところが千と千尋のやつに似ているって言われてのモデルになったんじゃないの説のうちの一つ。なるほどね。ちょっとぐるーっと回って温泉街抜けて、で湯田中の方に行くって感じ。ああ行きたいですね。これまっすぐ行っちゃいましょうか。まっすぐまっすぐ、これはいい感じじゃない、雰囲気。最高じゃん。で夜みんな下駄履いて温泉をテクテクね巡れるのよ。あこうお風呂がたくさんのこの辺り。最高。ここら辺まで踏み切りだと思う。この下もお風呂だし、あっちゃこっちゃなの。風呂だらけ。風呂だらけ。でこれが右側がそうかな。このこれこのハイエースが止まってる右。はいはい、これ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 。ああ。これが。ここは今日のやつ。ここ千尋ちゃん
千尋ちゃんっぽいんじゃねっていうのがこれ。ここそう。比較的な射的ですね。やったよね、射的、四国で。やったわ。四国一周した後やったよね。やった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 。そうそうそう。超楽しそう。全然ダメでしたね。めっちゃ乗り出しちゃう。いやー、いい雰囲気、ここは。はい、到着。ホテルリゾート清水五山荘。いやー、ほんと、復活あったか。本日のライダー終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事になんとか怪我はなく、怪我はなく、ちょっと心に傷はあったけど、そうね、心がちょっとずっともやもや、あの仕事でもやもやもや。さすが地元野沢の、そうですよ、さすが地元ライダーも下りが綺麗。こんな下り綺麗な人はなかなか見ないですけどね。いやでも本当に素晴らしい場所でした。まあ、最高のロケーション、サポートありがとうございます。ありがとうございます。まだまだ楽しいところがたくさんなんで、楽しんでいただきたい。家族で遊びに行かせていただきたい。ぜひフルで走ると90から100ぐらいで、うん、1000、まあ、2000はいかないかな。1600から1800の間かな。そう、ね、2000はいかないかな。まあまあそんな感じの獲得標高のコースです。うん、我こそはという人はおすすめのコースでございますので、まあ下の概要欄にあのライドビーズ GPS のリンク貼っとくんで走ってみてください。疲れた。マルさんのインスタフォローしてください。ディスカバーライドのインスタフォローしてください。ケンタも一応フォロー、まだの人はフォローしてください。髪の毛がだいぶさっぱりしたケンタがお送りしました。マルさんは今日で終わりですけども、明日は僕ら2人で走って帰る予定ですので、まだまだこの新越の旅続きますので楽しみにしてください。バイクはこちらに置かせていただいております。いいでしょう。すごい、これすごいね。これすごい、これめちゃめちゃちょっと残るリッチだよね。あ、ではケンさん、ビール。すいません、もうビールの時間なんで帰ります。はい、終わりします。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございます。はい、完璧。滋賀高原ペールエール最高です。お疲れ様でした。Ha ha ha.